さあこんにちは皆様、平山茂でございます。今日は6月22日火曜日でございます。現在お昼1時ですね。1時を回ったところです。ここはね、また今日も森に来ております。やってないな、小畑緑地のね、野鳥観察の森に来たかったんですけど閉まってますね。残念。よし、後ろ歩きね、健康になりますよね。後ろ歩きでね、健康ってありますよね。いや、涼しいですね。近づいてきてますね。よし、ちょっとここ行きましょう。ここはね、何でしょうね。もうお散歩コースになってますね。こっちでもね、十分に野鳥はいそうですね、たくさん。後ろ歩きおばあちゃんがまたこっち来ましたね。後ろ歩きで追いかけられてます。見えますね。見えますね。近づいてきてます。逃げないと危ない。なかなかね、後ろ歩きでずっと歩くっていうのは大変ですよね。ちょっと戻ります。最初の道に戻りました。さあこっちは空いてますよ。水星園、こっち行ってみますか。だいぶ険しそうですけどね。ちょっと案内図を見てみましょう。これは下っていくのかな。さあ、はあ、なるほど。どうしよう、ちょっとだけ行ってみましょうかね。鳥以外の動物もいそうですけどね。怖いな、怖い。なんか聞いたことのない鳥の鳴き声をする鳥がいますね。ちっちゃいのが。失礼しますよ。うわ、びっくりした。え、ちょっと怖いな。あのね、自然とか好きなんですけど、虫がすごい嫌いなんです。嫌いというか苦手なんですね。ちょっと休憩しよう。はい、よいしょ。はい、緑バックの方がいいかな。ホケキョ言うとりますね。ホケキョ、ホケキョ。いやー、まだ火曜日か。ホケキョ言っとるね。大丈夫だね。大丈夫。
大丈夫ですよ。大丈夫ですね。大丈夫。うん。大丈夫だ。帰るか。また明日ですね。また明日。また明日お会いしましょう。はい。そういうことで。ではまた明日お会いしましょう。平山茂でした。おやすみなさい。大丈夫だ。